どうもパパです。今日は以前走行中にチェーン落ちでつけてしまったチェーンステーのクリア層の傷を落としてプロテクションフィルムを貼っていきたいと思います。まずはクリーニングになります。傷の中には結構油汚れなどが入り込んでしまっていますので、バコーズのチェーンクリーナーを使って全体的に溝の中の汚れを取っていきます。続いて傷のバリを1000番のペーパーヤスリで、軽く撫でるイメージで取っていきます。傷断のイメージになるようにバリを軽く取るイメージです。でこの後一旦軽く脱脂をしていきます。この状態でもかなり綺麗になっていますが、やっぱり細い線傷が残ってしまっています。特にリアエンド部はクリア層だけでなく赤い塗装も取れてしまっていますが、これは今回クリアでカバーしていきたいと思います。続いて傷埋めになります。傷埋めに使ったのは100均のクリアマニキュアを使いました。これで傷を埋めてあげることで、この後その部分を削ってできるだけクリア層を削らないで済むようにしたいと思っています。特にリアエンド部は厚盛りして、成形する感じですね。塗った後しばらく乾燥して乾いた状態です。塗った部分がちょっとテカリが出て折られた感じになってます。この部分をこの後、研磨していきたいと思います。続いてヤスリがけになります。今回の研磨にはヤスリスティックと、1000番と600番のペーパーヤスリを使いました。本当はヤスリスティックにも600番とか1000番あるらしいんですが、今回は仕上げ用のヤスリスティックだけ、購入して使ってみることにしました。まずは600番のペーパーヤスリですね、粗い番手からちょっとずつ削りながら番手を落として最後ヤスリスティックで仕上げるという感じになります。傷断のイメージにあるように、盛り上げた傷を埋めた部分を、ペーパーヤスリで削り落としていくという。ただどうしても若干、周りのクリア層も落としていってしまうんですけれども、この辺は、ぼかしながらやっていきたいと思います。ヤスリスティックなんですけれども、今標準で流していますけれども、キュッキュッキュッと落として音がするんで、これ聞いてるだけでも、なんか楽しくなってきちゃいましたね。で続いて600番のペーパーヤスリで反対側の方も全体的にかけていきます。で指で触りながらデコボコの取れ具合を確認していきます。指のセンサーは結構目以上に繊細なところがあると私は思っていて、かなりの精度で段差を感じることができるのでやってみるといいかもしれません。で粗い番手から徐々に600番、1000番とかけていきます。で、かけては脱脂して、かけては脱脂してっていう感じで、傷埋めの取れ具合、平坦度合いを確認しながらやっていってます。
今回初めて、ヤスリスティックを使ったんですけども、プラモデやる人には常識みたいで、知り合いの方に教わったんですけども、かなりこれ使いやすかったです。特にロードバイクは曲面が多いんですけども、そういったところも柔軟性があって、曲面に対応して削れてくれるので、非常に使いやすかったです。ヤスリスティックはグリーンの面とホワイトの面があって、グリーンの面で細かな傷を取って、その後ホワイト面で、磨くと、ツヤのある光沢が出てきます。で、その前に今回やったような旋盤とかで、あらかじめ下地を作っておくのが大切みたいです。で、この状態が仕上がった状態ですね。綺麗に表面が削れていますけれども、やっぱり、マニキュアで埋めた部分は、色合いが変わっちゃってます。同時にクリア層もあらかじめある程度削れてしまっているので、この部分の色合いも変わっています。そのため今度クリア塗装を拭いていくことにしました。塗装はかなり苦手なんですけど、車とかでもよくやるんですが苦手です。どうしてもクリア塗装とかこの後やるぼかし塗装って左側すごい出ちゃうんで、この辺軽く本当に一つずつかけながら乾かしては待ってやっていく方がいいんですけれども、どうしてもちょっとつけすぎて液だれを起こしやすいですね。やられる方は気をつけてやられた方がいいと思います。で、今回使ったのはスプレータイプで、まあスプレータイプは特にその液だれしやすいので注意しましょう。クリア塗装を拭いた後に、細かいその粒子とかがついてしまうときがあるので、それをぼかし塗装をするとその粒々が消えてくれます。で、これが終わった後乾いた状態ですけども、かなり綺麗になって、先ほどあった色ムラも綺麗になくなって、表面が均一化されていくことがわかるかと思います。で、この後さらに綺麗にするために、車用ですけども、コンパウンド、ボコ太めと、仕上げ用ですね。2種類使って表面を磨き上げていきます。で、コンパウンドはほんと少なめで豆粒大ぐらいでいいんで、それをベースにつけてキュッキュッと磨いていく感じです。で、イメージとしてはそのコンパウンドの粒子を押しつぶすような、粒子と粒子をその研いでいくようなイメージで、磨くといいかと思います。最後脱脂して、状態を確認します。で、続いて、綺麗にした状態の表面に簡易的にコーティングしていきます。コーティング剤は、家にあったのを使ってるんですけれども、何か他にもいいものがあったら教えてもらえればと思います。私がちなみに使ったのはガラスの盾で、もともと私の、ロードバイクはガラスの鎧でコーティングしてもらってるので、それの定期メンテナンス用でガラスの盾を使ってます。コーティングも終わって全体的なところ綺麗な状態を確認しています。リアエンド部のところはまあそのままになってますが、クリアでコーティングしているので、まあ物としては大丈夫だと思います。傷はちょっとありますけれども、味だと思っています。で、プロテクションフィルムなんですけれども、今回は BBB のバイクスキンを使いました。で、これを貼るときには、ドライヤーで温めて貼るのがいいと思います。特に冬場はフィルムといえども硬くなって貼りづらいので、特にロードバイクのような側面に貼る場合には、温めながら貼るのがいいと思います。で、実際に貼り付けるときにもドライヤーで温めながらやると、フィルムも柔らかくなるし、接着剤も、フィルムも柔らかくなるし、接着剤も付けやすくなるので、空気溜まりもなく貼りやすいと思います。で、特に私の場合、元からあるプロテクションと一部ラップするような感じで貼りましたので、この部分も綺麗に貼ることができます。で、貼り終わった後の状態ですけども、空気溜まりもなく綺麗に貼れました。結構綺麗に貼れましたので、この BBB のバイクっていうのはおすすめです。いかがでしたでしょうか。今回、自動塗装をして、クリア塗装をして、最後プロテクションフィルムを貼って仕上げてみました。この動画がいいなと思いましたらグッドボタンを、また見たいなと思いましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。
また今回の作業の中でもっとこうした方がうまくできるよとか、こんな方法があるよっていうことがありましたら、コメントに残していただけると嬉しいので、よろしくお願いします。ではまた。